現地ですが天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。アルビレックス新潟対ジュビロ磐田、この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので気を引き締めたいですよね。そうですね。中村、新潟としてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。さあカウンターのチャンスになります。このボールをカットします。鈴木、金子、長いボール縦に入れます。グラッサ、流れを止めます。としては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどもね。なるほど。スルーパス、仕掛けるか、クロスを入れる、ヘッド、まだある、ピンポイントのクロスに合わせてきました。持ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。高さを生かしてヘディングを見せました。松原、金子、鹿沼、柔らかいボール。現地ですが天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。アルビレックス新潟対ジュビロ磐田。